皆さんこんにちは。ディノチャンネル AI プレゼンテーターの青です。本日は草食恐竜、スティギモロクをご紹介します。スティギモロクは、中生代白亜紀後期に生息していた恐竜の一種です。後頭部や首周りの棘などが名前の由来となり、篠川から来た悪魔篠川から来たモロクトカゲを意味します。スティギモロクの化石はアメリカ合衆国のモンタナ州やワイオミング州などで発見されています。体長は約 2-3 メートルで比較的小型の恐竜でした。スティギモロクの最もな特徴は頭部と首に存在する大きな棘や突起と頭頂部の高く幅の狭いドームです。これらの棘は骨からなる硬い構造であり、頭部を保護する役割を果たしていたと考えられています。スティギモロクは四肢が長く、後肢を使って素早く移動することができました。また恐竜の中でも比較的賢い部類に入り、推測される行動パターンからは群れを作って行動していたと考えられています。彼らは植物食で草やテイコの葉、植物の茎を食べて生活していたと考えられていましたが、近年類似したパキケファロサウルスの化石から肉食恐竜のものに似た鋭い歯が確認されているため、小型の哺乳類や爬虫類、昆虫なども食べていた可能性があります。スティギモロクはパキケファロサウルス科に属しており、角竜類と同じ修飾頭亜目に分類されているため、トリケラトプスなどと近縁の関係にあります。スティギモロクの存在は恐竜の多様性と進化の一例として重要です。その得意な頭部の装飾は種の識別や仲間とのコミュニケーションに使用されていた可能性があります。また骨の形態からは戦闘や求愛行動においてトゲが使われた可能性も示唆されています。今後の研究によりスティギモロクに関する新たな情報が得られることも期待されます。これにより私たちはより詳細な知識を得て、この興味深い恐竜の生態や生活についてさらなる洞察が得られるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&グッドボタンお願いします。動画の感想もぜひコメントで教えてね。スティギモロクについて他に知っていることがあればコメントで教えてね。それではまた次回の動画で。